温暖な気候と自然が豊かな鹿児島県肝付町。そこは歴史と宇宙が交差するロマンあふれる町。JAXA の内之浦宇宙空間観測所には探査機はやぶさなど数々のロケットを打ち上げてきた発射場があります。発射台ってすごいんですね。飛び立つ臨場感が本当にこんなにひしひしと感じるものかと思いました。宇宙科学資料館で日本の宇宙開発の歴史に触れたり、お土産や空の家では貴重なグッズも手に入り、宇宙が身近に感じられます。最新技術で宇宙を目指す一方、900年以上の歴史を持つ伝統行事やぶさめも肝付町に受け継がれています。毎年10月、由緒正しい四十九所神社にて五穀豊穣などを祈願して行われ、町の一大イベントとして感動と歓声が沸き立ちます。いやー、すがすがしいですね。誇ってないのに誇らしい感じっていう、不動の重ねてきた年数の重みっていうものを感じますね。肝付町にはこんな歴史も残っています。あー、すごい。二階堂家住宅は政治家二階堂進氏の生家であり、およそ200年前に建築された貴重な武家屋敷。200年前ぐらいの生活音が聞こえてくるような、ここもいいですね。悠久の時の流れは肝付町の自然にも刻まれています。すごいな。樹齢1300年と言われる司の大クスは古墳の上に生えており、根元の洞穴がハートの形に見えることからパワースポットとして愛されているそうです。すごい力ある。内の浦湾に面する肝付町は豊富な海の幸にも恵まれ、中でも伊勢海老は鹿児島県内でトップクラスの漁獲量を誇っています。老舗の料理店網元さんでは新鮮な生き作りをいただけます。うわ、おいしい。こんなに歯ごたえあるんですね。あと甘みもありますね。おいしい。旅の終わりは人気のチーズケーキでほっと一息。濃厚なんだけど爽やかなんですね。おいしい。なんか懐かしい気もしますね。さまざまな魅力があふれる肝付町で、過去と未来に思いを馳せる素敵な旅をお楽しみください。